こんにちは、チョメです。ガンデルフォン王国の跡地に来たら、なんと虹色の枝が強く光り出した。まあ、前回のやつでね、お宝ですね。私一回ここ入ったことありますからね、実況で。ここですね、二つなんか魔法の鍵で開けれるところがあったよね。これかな？あ、ダメなんだ。魔法の鍵じゃないんだ。隣かな？こっちは大丈夫か？あ、こっちが魔法の鍵ですね。また隣は、おお、いっぱいある財宝が。真ん中がオーブかな？多分。精霊石。パープルオーブを手に入れた。わあ、これお金持ちだわ。これはダメなんかな、この。パープルオーブが手に入るなんて。やったわね、チョメちゃん。無事に残っててよかったわ。さあ、チョメちゃん、この調子で残りのオーブも手に入れちゃいましょう。次どこ行けばいいんだろう。わかんないな、次行く場所が。こんにちは、チョメです。いろんなとこ行ってたら船を降りますか。はい。地図を見たらわかると思うけど、左上の大陸はまだ行ったことなかったからね。バイキングのアジト。これ合ってんのかな、ここで。じゃあ。エイサホー、旅人が来るとは珍しい。ここは北の海をまたにかけるあっしらバイキングのアジトですやん。もうここしかないからな、行く場所が。旅の門があっしらに何の用で、クレーモランの城下町に行きたいなら海に出て湾内を東に向かった先でやんすよ。これだけ拾ってみよう。ミスリル鉱石。鉱石がミスリルになったね、今回は。じゃあどんどん行きましょうね。固く閉ざされている。嘘。こんにちは、チョメです。こっちにも降りれました。あ、なるほど。こっちで船を降りると、クレーラモン城に行けるって感じですね。おー、やっとピンクのやつがおった。助かる。だからまた左の閉じた扉の方は行くようになるんだろうね。さあ、着いたぞ。ここが薄くしき雪の都、クレーラモン王国。この国にはブルーオーブがあったはずじゃ。寒い寒い。雪の都とかどうでもいいから早く中に入りましょう。ベロニカ早いな。あら、何か変ね。ひゃ、これ氷じゃない。みんな見て、城門が凍っているわ。まあ本当ですわね、お姉様。なんででしょう。やっぱりこの寒さで凍っちゃったんですかね。もうせいにゃ、いくら寒いからって城門がこんな風に凍るわけじゃない。町の人はどうやって生活してんのよ。やっぱり最後かどうかわからんけど、雪の国はやっぱりあるね。四季折々。ふむ、確かに凍っておる。おかしいの。以前訪れた時はこんなことはなかったんじゃが。どうすんのよ、おじいちゃん。オーブはクレーモランにあるんでしょ。これじゃ中に入れないじゃない。なんか遠回りする感じ。どうやら正門から入れんようじゃの。他に入り口がないか探してみるとしよう。さっきのところ行くんかな、バイキングのところ。じゃあちょっと探すね。あ、探す前にこれ話しかけよう、こうやって。あ、郵便配達。西側に回り込むと裏門があるって聞いたな。こうやってね、教えてもらえるからね。だから西側に行けばいいんですね、こうやって。チョメです。キャンプしました。ほら、あるね、裏門みたいなのが。よし、じゃあ行こう行こう。ちょっと寄り道していいかい？こっちが気になっちゃった。何もなければあれやけど、何もなかった。よし。やっぱり気になるよね、なんかちょっとポコってあったりとかしたらね。これ雪だるまかわいい。これ見てかわいいな。あ、魔法の鍵で入れるって感じ。魔法の鍵がなかったら入れないって感じですね。うまくできてますね。おお、氷漬けの人々が。何かの呪いかな。これを解いていくって感じかな、今回は。ここで買い物とかはできそうもないですな。クレイモラン城下町。嘘でしょ？どうなってるのよ、これ。城も町も人も全部凍ってるじゃない。さあ、ここのボスの予想しようか。ほら、お姉様、やっぱり私の言った通り寒いから凍っちゃったんですよ。前回は外れたからな。いやいや、いくら雪の都といえど、寒さで町が全て凍るの、あるはずがない。ひとまず町の中を調べてみるとしよう。いやー、調べるとか実験。あ、強く光り出したって。こんにちは、チョメです。この人に話しかけたらね、
イベントが始まりました。キャッ、録画してるよね、ちゃんと。あ、すいません、気がつきませんでした。まさか旅の方が訪れるとは思わなかったので。あ、あなたは無事なようね。どうして町が氷漬けになったのか知ってたら教えてくれない？あれは3ヶ月前の晴れた日のこと。何者かが突然町の上空に現れたのです。そう、あの姿はまさしく魔女。魔女？魔女って、ほら、よく昔話とか伝説になっている、いわゆる魔女のことですか？そして魔女が何やら呪文を唱えると、突如激しい吹雪が巻き起こり、すぐに町全体を包み込みました。相当強い魔女なんだろうな。私は吹雪の中で気を失ってしまい、目が覚めたら町は凍りついていました。私だけが助かった理由はわかりません。町ごと凍らせるなんて、なんてひどい魔女なの。なんとか助けてあげたいけど、氷の氷は私の呪文でも溶かせないわ。ところで、その服にある紋章をずっと気になっておったのじゃが。すいません、紹介が遅れましたね。私はクレイモランの女王、シャール。女王様だった。何？お主が女王だと？ということは先代の王はもう。はい、1年ほど前に亡くなった父から王位を継いだ矢先に町がこんなことに。私はもうどうすればいいのか。私たち大変な時に来たみたいね。オーブがどうとか言ってる場合じゃないわ。オーブ？あれじゃよ。クレイモラン王家に伝わる家宝のブルーオーブ。わけあってわしらにはあのオーブが必要なんじゃ。ああ、あの青い宝玉のことですね。あれでしたら今はお城の中にありますので、氷を溶かさない限り中にはうまくできてんな。なるほど。どっちみち、どうにかして氷を溶かさないとオーブは手に入らないってわけね。もしかしたら魔女を倒せば氷が溶けるかも。実は数日ほど前に来た外国の救援部隊に魔女退治をお願いしたのですが、苦戦しているのか全然音沙汰がなくて逃げ出したんじゃない？そういうことなら私たちも魔女退治に協力しましょう。凍った人々を放っておきましょうよ。そんなひどい、確かにね。こんなにひどい目に遭っている子を悲しませて、あんた本当に勇者なの？いい、もう一度だけ聞くからよく答えて、ループになるからはいにしましょうね。はい。ありがとうございます、皆さん。魔女は東のシケスピア雪原にあるミルレアンの森に住んでいると聞きます。ですが、森には魔女だけではなく、魔女に飼いならされた魔獣もいるので気をつけてください。魔獣か、覚えておこう。では、皆の者、早速ミルレアンの森に向かうとしよう。あの、ルーラーで出た方が早かったですね。どんな感じになってんだ？マップが下と上。どっち行けばいい？下行ってみるか。とりあえず。うおー、でっかこのクマ。結構ライバルズでは強かったよね。じゃあちょっとね、カットしまーす。はい、チョメです。シケスピア雪原。こっちの方来てみました。こんな感じですね。上と下どっちでも行ける。上の方が近かった。塔もあるね。はい、チョメです。ミルレアンの森、入っていきますね。馬がいました。吹雪いてるね。兵士。一般人が何をしているって。あー、ピンク以外のやつに話しかけんかったらよかった。よーし、どんどんやっていくね。ここはダンジョンだから実況しようかな。おー、滑る滑る！滑ってた、今。左は行き止まりか、こっち。あ、宝箱とかあるな。ちょっとこっちカットや。あ、岩があったわ。ダメやった。岩どうやって崩すんだろう。なんか、ムチ族おるけど、まあ今は一家実況中だからね。これ、どうなるんだ。あ、手離しても行くよ、こうやって。滑る滑る。おー、いいね、これ。あ、ぶつかっちゃう。楽しいな、これは。これ落ちるんかな、これ。ちょっと待って待って。落ちるんじゃね、これ。大丈夫？落ちない？まあ大丈夫なのかな。よし。どんどんやっていこう。左が正解っぽいな。お、なんか落ちてる。ルバンカかな、これは。でかっ。危ない危ない。オークがおるね、オーク。あー、こっちは行き止まりかな。プラチナ鉱石。うわー、ちょっと待って、ぶつかっちゃう、ぶつかっちゃう。あ、これ落ちなかった、大丈夫。兵士たちがおるっていうことは、だんだん近いぞ。ちょっとキャンプで休みたいんですけど。まあね、後でじっくりね、実況外で探索してます。ちょっと実況は、ちょっとこうやって、ストーリーをメインにやっていきたいです。はい。
あまりこうやって迷ってる動画だと見たい人おらんでしょ。お、近いかもしれんよ、教会があるってことは。わー、何あれ。ちょっとこれだけ取っとくか。輝いてるし、プラチナ鉱石か。待って待って、危ない。楽しい。あ、これでちょっとセーブするね、一旦カット。おお、やったぜ、ラッキー。よし、続きやっていこう。多分ボスだな、もう。お、あれはなんだ、光るやつ。また寄り道しちゃった。星のかけらですね。教会で全回復したということは、ここはボスですね。魔法の生成効果ないね。あれかな、ライバルズでなんか氷塊があったら、あの敵に4ダメージを与えるっていうやつじゃない、多分予想ですけどね。仲間たちとはぐれてしまったようだ。マジか。私はライバルズだけがね、頼りですからね。ここで帰ったらどうなるんだろう。仲間がいない感じ。あ、なんか違うっぽいわ。また外れちゃった。こんなライバルズにいないぞ。誰が戦ってんだろう、あれ。ムホフォ、ムホフォ。あ、グレイグだ。びっくりしたわ。はあ。かわいい。かわいいのかな。己、魔女の手下姫。悪魔の子も来ましたよ、悪魔の子も。お、お前は悪魔の子。すごい。危ないよ、グレイグ。グレイグでも本当にええやつなんやけどな。忠誠心が高いから。グ、俺としたことが。これでグレイグと二人で戦うって言ったら胸熱やけどな、めっちゃ。そんなならんかな。いや、グレイグとタッグ組みたいな。ムンババが現れた。ムンババ、ムンバババか。あ、戦う。ガンガンにしてた。まっつ。173。生き玉を投げつけた。まあ、ガンガンでいこっか。蹴飛ばした。これでも勝てるんじゃない？でも、チョメって、ホイミとか使えたっけ？これ、両手剣じゃない人はどうなるんだろう。ダンス。こう、やばくね、これ。ちょっと待ってよ。あ、倒しました、普通に。ムンババをやっつけた。渾身切りばっかりやってるから途中カットしてるかもしれない。真っ二つや。いや、強かった。これ両手剣じゃない人、火力ない人ってどうすればいいんやろ。随分手こずらせてくれたな、魔女の手先め。これが魔女なのか。あ、出てきた。わあ、またなんかどっか行きそうやな。次は貴様だ、悪魔の子よ。今度こそ逃がさん。あ、やばいやばい、魔女からの攻撃や。まだ生きてるじゃねえか。すごい氷だね、これ。なんだこれは。すっごい輝いてる。ふふふ、捕まえたわ、英雄グレイグ。初めて見るな。氷の魔女、この氷は貴様が。このままお前を氷漬けにすれば、私を解放してくれたあの方との約束を果たせる。あ、やばい。てか、こんなに綺麗に再現できるんだ、3DS で。何これ、なりすます。うふふ、あのお方と同じペンダント、これで私たちお揃いだわ。あの方と同じペンダント、どういうこと。なんだと、ホメロスがラスボスか。そんなはずないよな。英雄と呼ばれた男もあっけないものね。二人仲良く永遠にコールがいい。今口滑らしたよな。あ、見えんかった、ごめん。今の文章が見えんかった。あ、ベロニカちゃんだ。これはメラミかな。
主人公以外で戦う感じ。あ、溶けるんだこれは。チョメ大丈夫？グレイグ、救援に来たのはお主らデルカダールの兵だったのだな。どうしたグレイグ、わしらを捕まえるのではないのか。貴様らを捕らえる前にやるべきことができた、それだけだ。ほんと口滑らさんかったらグレイグが味方になって動いてくれたかもしれんのにね。まあ自分たちにとっては助かったけど、魔女にやられたようね。体が冷え切っているわ。そういえばここに来る途中で小屋を見つけたわ。そこでチョメを休ませましょう。あ、あの氷のブーメランが手に入ったところか。おお、お目覚めかな。どうだ、体はもう大丈夫かね。いや、もう心も体もズタボロです。そうか、ではあまり無理せず暖炉で温まった方がいい。あ、待ってはい、で大丈夫ですよ。そうか、自己紹介がまだだったな。私は魔法学者エッケハルト、クレイモランに住んでいたのだが、今ここで町を氷漬けにした魔女について研究しておる。実は魔女が現れた時、私はたまたま国を離れておってな、幸運にも氷漬けを免れたのだ。君たちがシャール様から魔女退治を引き受けていることは仲間の者から聞いた。私も魔女について知っていることを話そう。君を襲った氷の魔女リズレット、リズレットっていうんだね。西の時代、高名な魔法使いによってある禁書に封印された魔女なのだ。実話の時代に作られ広大な古代呪文が眠るという古代図書館、西の魔法使いはそこに魔女を封じた禁書を収めたという図書館なんてあったっけ。古代図書館に足を運んでみたのだが、だから次古代図書館に行く感じか。うむ、もう心配はなさそうじゃ。君もベロニカさんに感謝しねばならんぞ。彼女は特に熱心に看病しておったからな。ありがとうベロニカ。もうエッケンハルトさん、余計なこと言わないでよかわいい母そう照れずでない。まあそれはいいとして、先ほど魔女に関する話は伝えておいた。そう、じゃあ話は早いわね。エッケンハルトさんと古代図書館に行って、一緒に魔女を倒す手がかりを探しましょう。どこにあるかわかんないんだけど。古代図書館は東の方角にあるが、南の道から遠回りしないといけないから注意するがいい。では向かうとするか。あ、じゃあちょっと行ってくるね。こんにちは、チョメです。ヘルカッチャ型の Y ボタンを押すと突進ができるって、ちょっとやってみるか。だからこうやって、おー、突進してる！ちょっと待って、行き過ぎや！気を取り直して Y を押した。おお、こうやって岩を破れるんですね。じゃあちょっと探索しとくね、裏でね。こんな感じで、はあいいね、ストレス解消になりそう。この木もかな。はあ、これは無理だった